どうも。はいはい、どうもどうも。ですね、今日はちょっと外に出ようかなと思います。最近ずっと家の中でばっかトレーニングしてたんで、今日はゴールドコーストのバーレーヘッズにあるマッスルパーク、ここに行って鉄棒とか使ってトレーニングをしていこうかなと思います。ということでね、早速行きましょう。 If I can't beSo just say the words and I'll come running. はい、着きました。というかまだ着いてないんですよね。もうちょっと距離があるんですけど、車は一旦ここに止めてあるもので移動したいと思います。それはじゃじゃーん。そうです、電動スケボーでここからは移動していこうかなと思います。さて行きましょうか。はい、バーレーヘッズのマッスルパークに着きました。ここでね、今日は、追い込みトレーニングやっていこうかなと思います。今日のメニューは鉄棒を使って、マッスルアップ、懸垂のね、サーキットトレーニングをやっていこうかなと思います。あとアップでちょっとプランシェとかをやってみようかなっていう感じで、はい、じゃあね、早速準備してやっていきましょう。どうぞ。
they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there at that tone. Ballin' can't D me up, cause I'm back in my zone now. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone, please don't let me into my zone. Let me into my zone. Let me into my zone. I just need some time on my own. All these people trying to get a conversation, you can conversate to that tone. My God up on that throne, yeah, so I'm never alone, yeah. All these people trying to box me in, I'm Mayweather, it's on, yeah. Now they ask where I'm at, making his the high. Cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Ballin' can't beat me up, cause I'm back in my zone now. Back in my zone now. Let me into my zone. Let me into my zone. Let me into my zone. Please don't let me into my zone. Let me into my zone. はい、公園でのねトレーニング終了しました。これからねオーガニックストアに寄って帰ろうかなと思います。今日のトレーニングメニューはマッスルアップ5回、K
懸垂、あ違うわ、マッスルアップ5回してで上でディップス5回、その後に普通の懸垂5回を1セットとして、トータル3セットやったんですけど、ちょっとね最後の懸垂の時に肩がね、ここのところがちょっと痛くなって、まあギリギリできたんですけど、まあ、そんなひどくはないけど、多分 2,3 日はちょっとトレーニング休まなきゃいけないかなっていうような状態でございます。今日はね土曜日なんで非常にバーレヘッズにぎわっております。ここね、あんまり電動スケボーがっつり行くと危ないんで、ゆっくり行きたいと思います。あっちには海、そしてこっちにはバーレヘッズの、町でございます。ちっちゃい町なんですけど、電動スケボーが、通る隙がないな、これ。こっち行こうか、一回。こんな感じで街並みがあります。ああ、賑わってますね、バーレーヘッズ。まあどっかで低カフェしようかな、逆に。何を頼もうかね。結局ここのバーガー屋にしました。美味しそうなハンバーガーを頼みました。ではね、ここで食べていこうかなと思います。というかもう電池が切れそうなんで、携帯のまた次はね、カメラに切り替えようかなと思います。今日どうしたの、グリークサラダ、ジュース、レモネードなんとか、そしてビーフパティ、おい、こんな感じです。おい、こんなんですよ。おいしそう。じゃあ食べていきましょう。まずは野菜から。じゃあハンバーガーいきました。がっつりと。うまい、超美味しい。うん、やばいやばいやばい。ビーフのハンバーグにレタス、アボカド、トマト、玉ねぎ、あとね、栄養リソース、栄養リソースはガーリックマヨネーズ。ということで家に着きました。今日はですね、バーレーヘッズにある
公園で鉄棒を使ってマッスルアップティップス懸垂のサーキットトレーニングをやって、その後に腕立て伏せ50回っていう感じでね、肩腕の方をね今日はがっつり追い込みました。でその後ちょっとバーレーヘッズの街を電動スケボーでね徘徊して、で帰りにオーガニックストアで必要なものを買って家に帰ってきました。まあこんな感じでこれからはちょくちょく公園に行ってトレーニング動画を上げていこうかなと思います。ずっと家にいてもね、できることは限られてるんで、ほんでね、もしそこでガンガンガッツリやってる人がいたら、なんか懸垂とか勝負したりそういうのもできたらいいかなと思っております。ではこんな感じで今日は動画を終わろうと思います。今日もご視聴ありがとうございます。ではまた。